デンマーク人の彫刻家は、香港国家安全維持法によって自身が起訴されない保証を香港当局に求めています。この彫刻家は自分の作品をデンマークに持ち帰ることを計画しています。それは国地の柱と呼ばれる像で、1989年の天安門事件を表現したものです。天安門事件で殺害された抗議者を記念する銅像の制作者が、この銅像をデンマークに持ち帰るために、 香港国家安全維持法の適用免除を受けたいと語っています。彫刻家のイエンス・ガルシュット氏は11月12日にこの要求と公開書簡を発表しました。その中で同氏は告知の柱の移転作業を守備よく行うためには自分が香港で作業に立ち会う必要があると述べています。ガルシュット氏は中共政権が2020年に施行した包括的な国家安全維持法の適用によって 自身が起訴されないことを再確認したいと述べています。この法律は国家の転覆や分裂を図るテロリズム行為や外国勢力との共謀を処罰することを目的とするとしています。高さ8メートル、重さ2トンの銅像のこの彫刻は引き裂かれ、ねじ曲げられた数十人の体を表現しており、1989年に 天安門広場で民主化を求めていたでも参加者に対する中共の弾圧を象徴しています。この作品は20年以上にわたって香港大学に展示されており、デンマーク人の彫刻家が香港の市民団体、香港市民支援愛国民主運動連合会に永続的に対応していたものです。しかし今年10月、大学側はこの市民団体に対し、 期限までに像を撤去するよう求めていましたが、その期限は1ヶ月前に切れています。撤去の要請があったのは、同連合会のメンバーの一部が数週間前に国家安全維持法で起訴され、同連合会がすでに解散した後のことでした。NTD は香港大学保安局と入国管理局にコメントを求めましたが、まだ回答はありません。NTD ジャパンがお伝えしました。